柿の元の大地は日本の男性プロレスラー。DDT プロレスリングに所属していた奈良県出身。JD スター女子プロレス所属の女子プロレスラー風光は実の妹。奈良市議会議員、柿の元の元気は実の2位。幼少の頃からプロレスラーに憧れ、高校生の時にアマチュアプロレス団体最用手の親は関西の門を叩く。同時期活躍した。 安藤正樹、吉野正虎と共に、矢は関西マットの前座戦線を明かしていた。その後矢は関西を巣立ち、DDT a 入門。2003年6月26日のクラブ、アトム大会における対スーパー宇宙パワー戦でデビュー。クラシックなレスリングスタイルを得意とし、2005年9月23日に DDT の子、ディータクリーグ戦に、いぶしこうとのタッグで優勝。 1>, 1ヶ月後の10月23日後楽園大会で故 D-TOC チャンピオンに2007年6月3日を最後にタイの親善大使に任命され無期限欠場11月3日の DDT 大阪大会での外戦試合を行う2008年8月頸椎を負傷以降は DDT 飲食部長に就任し DDT が運営する飲食店 ドロップキックの店長として働きながらリハビリ中。2012年8月18日、日本武道館大会でおよそ4年ぶりに試合に出場。2014年2月11日、ラジアントホール大会において2月いっぱいで DDT 対談を発表。2月23日、後楽園ホールにて DDT ラストマッチとして、アイアンマン時間サーバトルロイヤルを制して、 アイアンマンヘビーメタル旧王座をダッシュするも、直後のセレモニー中、平たいきに丸め込まれる。その後はメインで、コディ無差別旧王座に挑戦する動機、まさたカナシのセコンドについた。DDT と共にドロップキック店長も優退。今後は、不動産業に就職する。6月1日、チェリー10周年記念工業で、限定復活。色ディノと作と まさたかなしと対戦。ありがとうございます。